はい、ゼイチェンです。今回はですね、坪屋の八千雲通りをね、散歩しながらガイドしていきましょうね。まあ、坪屋八千雲通りっていうとね、多分皆さんいっぱい、まあ、知ってる人たちいると思うんですけれども、まあ、デイジー有名なね、沖縄の観光地の一つなんですが、国際通りからね、すぐ脇のところに入っていくと5分ぐらいするとね、坪屋っていう地区があります。で、ここに八千雲、沖縄の焼き物ね、いっぱい売られてる通りっていうのを坪屋八千雲通りっていうんですけれども、この八千雲通りにね、大体観光で行くってなると、まあ、八千雲買いに行くと思うんですけれども、今回はですね、もう一つ絶対おすすめしたい楽しみ方っていうのを紹介していきます。まあ、それがね、八千雲通りの路地裏の散歩なんですよ。まあ、これなんでかっていうとね、まあ、もちろん昔ながらのね、風情ある、まあ、この内側の風景をね、眺めながら散歩するっていうので気持ちいいし最高なんですけれども、それ以上にね、この八千雲の町、まあ、坪屋ですよね、が琉球王朝時代からあって歴史がね、いっぱい詰まってるんですよね。で、それを散歩しながら知れるっていうのがデイジーおすすめなんですよ。まあ、それ知ることでね、例えば八千雲を買うときにちょっとした発見ができて、あ、なるほど、こんなってなってるんだなとかね、分かるようになってきます。で、もっと言うとですね、他の沖縄の観光地に行ってもこの八千雲とか、坪屋の歴史って深く関わってるんですね。例えば、あの読谷の八千雲の里とかね、これ両方八千雲じゃないですか、これどんな関わりかなとか、あと琉球王朝時代からもう首里城ですね、みんながよく、ここともかかってます。なので、どんどんつながってね、沖縄観光自体がね、楽しくなっていくんですね。なので、今回っていうのは、ちょっと商品の説明とかっていうのはあんましないんですけれども、八千雲とか坪屋の歴史をね、知ることでもっと深い観光が楽しめるようになりますので、ぜひね、次の沖縄旅行の参考にしてほしいなと思います。ではね、早速あの八千雲通りを散歩しながらガイドしていくんですけど、今いるところが八千雲通りの玄関口なんです。で、左手の方が国際通りですね。で、このシーサー2つが出迎えてくれるんですけれども、このシーサーのね、下の方に八千雲の、焼き方の2種類の方法と書かれてます、紹介されてます。1つが上焼き、まあ、うちの口上八千ですね。で、もう1つが荒焼き、まあ、荒八千って呼ばれるんです。まあ、この2つね、何が違うかっていうと、まあ的にはね、釉薬っていうこのツルツルになるものっていうのをかけてるかかけてないかっていうので選んでもらうのと、あと上八千とかね、食器とかが多くて小さいものですね。で、荒八千に関しては、まあ、水亀とかね、ちょっと大きいものになります。まあ、皆さんが多分買うものっていうのは、まあ、上八千のものになると、食器とかね、お椀とかですねっていうものになると思います。はい、ではね、ここからはね、八千雲自体の歴史だったりとか特徴っていうのを紹介していきましょうね。はい、まあ、まずね、原点なんですけれども、400年以上前のね、1600年頃、まあ、琉球王国としてね、主に中国だったり東南アジアと一大貿易国としてね、いろんな交流してました。で、その時にいっぱい入ってくるものがあったんですけど、その一つにね、タイから伝わってきた焼き物、これがね、八千雲の原点と言われてます。で、面白いのが、もう一つね、一緒に伝わってきたものがあるんですよ。それがね、この焼き物の中に入っていた泡盛なんですよね。だから、今でもね、泡盛っていうのはタイ米で作ってます。はい、ここでね、歴史がつながってくるっていうのは、非常に面白いですよね。はい、で、もう一つ、八千雲のね、特徴なんですけれども、これはね、沖縄の風土を感じさせる絵付けですね。あと、なんといってもね、まあ、美しい色合いですよね。これも見たらわかると思うんですけども、あとね、形の歪みとか、あと制作過程でついたね、指跡のようなね、まあ、偶然性を楽しむっていうことも一つの特徴と言われています。はい、では次はね、じゃあなんでね、坪屋が焼き物の町になっていったのかっていうのをね、解説したいんですけれども、まあ、琉球王朝時代のね、首里城っていうのはずっと木造だったんですね。でも、やっぱり火事がデイジ怖いからね、瓦に変えていこうっていう動きが出ます。で、じゃあこの瓦作ってもらうときに、やっぱ集まってもらうという意見からってことで、沖縄の各地にいるね、この焼き物の職人たちをこの坪屋に集めたっていうのが始まりです。だから、まあ、今ではね、焼き物の町として有名ですけども、もともとはね、瓦を焼いてもらうという形で集まってもらって、その人たちが、まあ、焼き物、まあ、みんな庶民の人たちがね、やっぱ食べれるような器とかを作っていって発展していったっていう歴史があります。で、今見えてるところが坪屋焼き物博物館なんですけども、まあ、ここはね、まあ、土器の時代から現在に至る、まあ、沖縄の焼き物の歴史とかね、あと、まあ、ここ坪屋で焼かれてる坪屋焼きの、まあ、由来だったりとか製法とか技法とか、そういったのを紹介されてる、まあ、博物館になります。まあ、大人だと350円で、大学生以下っていうのは無料です。で、午前10時から
午後の6時までねやってて、ちょっと注意なのは月曜日が休館日なので、また年末ですしね、なので、まあ、そこだけは注意して、まあ、ぜひね興味持った方は行っていただきたいなと思います。通常だとね、八千通りそのままね表通り行くんですけど、今回僕たちの散歩っていうのはここからね階段上がって登っていきながら裏道通ってまた出てっていう形でちょっと散歩していきたいと思います。で、さっきあったつぼ屋になんで集まってきたのっていうのは話したんですけれども、じゃあなんでねつぼ屋が選ばれたのっていうのを話していきたいんですけれども、これはいろんなね条件が重なって合っていたっていうことが言われてます。まあ、まず一つっていうのが水が豊富であるっていうことですね。後からまあ出てきますけれども、井戸とかいっぱいあります。で、水が豊富なんですよ。で、もう一つが物資をね運ぶのに適してたって言われてます。まあ薪とかね、この粘土とかっていうのはここ壺屋だけであるわけじゃなくて、まあ、女村とか、ね、読谷とかから持ってこないといけないんですね。なので船で輸送してたので、朝とかが近いってことで壺屋がいいなっていうことになりました。で、もう一つ一番重要なところっていうのが、こう薪でね火を焚いて家賃を作りますよね。なのでもしね万が一火事になったらね、首里城の近くだと首里城まで火事になっちゃうじゃないですか。だからちょっと首里城から離れたところがいいよねっていうことで、そのさっきのあった条件っていうのも全部満たしてるんで壺屋になったっていうふうに言われています。で、今見えてるのが涌田窯ですね。これが展示されてるんですけれども、まあ、先ほどだと1682年にね琉球王朝の、まあ、首里王府からね、まあ、集められた時に有名な3つのねところが集められます。まあ現在の沖縄市の知花と、あと首里の宝口、あと那覇の涌田っていうところが集められるんですけれども、この涌田っていうところがもともとあったのが今の県庁があるところで、移動してきたんですけど、その後に県庁を作る時にねこの地下から出てきたわけですよ。で、その窯っていうのがやっぱこの琉球王朝壺屋の前のものになるので重要だよねってことで今ここに展示されています。ちなみになんですけれども、通常だと後から出てくる上り窯ってものなんですけども、これは平窯って呼ばれるもので、この豊臣秀吉のね使者から教えてもらって作っていたと言われているので、大変重要なものになっているということですね。ここがね西ヌメになります。まあ廃所として建てられているところで、もともとはもう上り窯があって、これはね博物館の方に今も展示されています。で、まあ廃所なのでね、まあ焼き物の神様を祀って みんなで手合わせるところ、まあ、っていうところですね。で、まあ雰囲気見てもらっても分かると思うんですけれども、まあ木々が多くてね、すごい神秘的な場所になっていると思うんですが、もともと琉球っていうのは信仰としてね、木々だったら岩にね神様が降りてくるって言われてたので、まあこういったところが廃止になってます。で、ちなみになんですけれども、まあ、首里城のところでもちょっと紹介してますけれども、まあこういう信仰的な、まあ、宗教的なものっていうのは首里琉球王朝がね、まあ、組織化してるので、いろんなところの廃止っていうのは多分こういった雰囲気になってると思います。それはさっきあった神々はこの木々や岩に降りてくるって言われてるので、そういう神秘的な場所を廃止としていたっていうところですね。
ここがね、フェーヌ釜になります。まあ、沖縄県でね、唯一の現存する荒焼き釜の一つなんですけれども、1972年までね、使われていた釜になります。で、今はもちろん使われてないという形なんですが、この1972年っていうのがね、壺屋の焼き物の歴史を変えた大きな転換点になっているので、ちょっとね、歴史遡るんですけど、説明しますね。はい。というのは、もともと、まあ、第二次世界大戦、っていうなんかっていうのは、まあ、那覇の町っていうのは、ね、すごい焼け野原だったんですよ。すごい被害を受けたんですけれども、このね、壺屋っていうのはそんなに被害を受けなかった高台にあるということもあるんですね。なので戦後っていうのはすぐに創業できていったんですね。でプラスやっぱりまあここからね復興が始まったって言われるぐらいどんどんね復興に、まあ、役立っていったんですけれども、でそうなってくると1970年代入ってくるとね、那覇の町っていうのが市街地化してきます。そうするとこののぼり釜っていうのは、まあ、6日間焼いて、で釜の中で冷やす、で10日間ぐらいかけて作り上げるのですごい煙が出るんですよ。まあ、下から火を燃やして、ね、6日間燃やすんだよね。だからもう黒煙がすごいと。で市街地なので洗濯物とかもしてたりとかして、もう炭がついて大変だってことで、もう那覇市がついにね1972年にこれ薪で炊くのはダメを禁止しますよっていう風になりました。でそうすると、ね、職員さんたちっていうのはこののぼり釜で焼くときに、じゃあこれからどうするかって言ったら電気とかガスで焼かないといけなくなるんですね。そうすると均一にやるんで、まあ、もちろんね、まあ、工業化まではいかないですけれども、まあ、均一に焼けるようになると。ただ今までのようにまばらになって何が出てくるかわからんっていうのはアーティスティックなところがなくなってしまうということで、まあ、特にね人間国宝のこの金城次郎さんという方がそれでこうどうするかってなった時に、読谷のね八千雲の里が出てくるわけですよ。読谷っていうのは、まあ、伝統工芸とかもね、まあ、誘致してたりとか、あとまあ薪が取れたとかいろいろな粘土もそうですけども、結構まあ場所的にもいいという形で、じゃあもしよければこっちでやりませんかっていうことになって、金城次郎さんたち、まあ、仲間たちね何人かで集まって、今の八千雲の里でも動いてるこの釜、のぼり釜をみんな共同所有してね、メンテナンスとかして、じゃあそっちに移ろうよという形になって移っていったっていうのが歴史としてあるんですね。なので1972年までみんなここでしか作ってなかったものが、まあここでね名工と呼ばれる人が移っていったんで、今は八千雲の里があるというような形になってるんですよね。先ほども話したんですけどね、戦後っていうのはこの壺屋からね栄え始めたよっていうのを話したと思うんですけれども、まあ、ここがねもともと那覇市役所だった場所です。ここっていうのは、まあ、あんまりダメージを受けてなかったので早々にできた操業できるようになったんですけど、何から始めたかっていうとね、まあ、ご飯食べるものっていうのはアメリカ軍とか支給してくれてたわけですよ。だからなんですけれども器がない、食べるものなので器とかを売り出していった、どんどん八千雲からね。これたまたまなんですけども非常に良かったって言われてるんですね。八千雲の里が壊滅してたらもうちょっと遅かったんじゃないかって言われてるぐらいなんで、なのでじゃあこれでみんなが器を求めて那覇の方に来ます。そうするとじゃあもちろん食材もということで薪師公設石場だったりで発展していくんですね。でその時に買い物に来る客がここに来るのでどんどん栄えていった。でその時から国際通りっていうのができるようになってくるんですね。じゃあこれをつぼこの八千雲通りじゃなくてもっと表のねこの通り沿いで売ろうよってことになって、国際通りがどんどん栄えていきます。なので伝統工芸品とかが結構売られてるっていうのはその名残だったりとか、中道の方でも売られてるっていうのはそういうことですね。でそれで栄えていくんですよね。はい、今からね上の方に登っていって八千雲通りの裏路地の散歩また続き始まっていくんですけども、まあ、石町通りっていう通りを通っていくんですが、ここはね、まあ、静かな数字割になってて、でツタがねびっしりと絡まる、ね、石垣がずっと続いてるんですよ。なので、まあ、やっぱりねゆっくりした時間が流れてるような感覚になるので、ぜひね皆さんもこの動画見てね共有しながら感じてほしいなと思います。
左側に見えてくるのが名工高安家の育斗園というところです。まあ現在6代目まで続いて長く続いているね製陶所になるんですけれども、まあ先ほどだったね1972年、まあ近所二郎さんたちがね八千雲の里に移った時に、ここではねいち早くね考えを切り替えて灯油釜だったりガス釜っていうのを導入してるんですよ。まあ新しい考え方を入れたっていうことになってるんですね。まああちらの方は昔ながらの 製法でやるという形なんです。ここは新しくやったと。なので風習にとらわれないような考え方が、まあ、作品にも出てますので、まあ、八千雲通り自体にもねお店がありますから、ぜひ訪れてみたらいいかなと思います。あとねここは修学旅行の受け入れとか、あとは体験工芸ねできるようになってますんで、興味ある方はねぜひやってみたらいいかなと思います。で次見えてくるのがね、ここがぬちぐふっていうね、まあ、琉球料理のお店です、ね、ここっていうのはもともと沖縄初のねラジオ局があった古民家っていうのを改装してね作ってる琉球料理店なんですけれども、ここは右側にね続きますけれども、まあ重要文化財、国の重要文化財になっている新垣家っていう住宅をね見下ろせるような形のところで食事ができるということで、まあ、ブクブク茶とかね、チンスコーとかポーポーで、あと沖縄のね県産の食材っていうのを使ってて、しかも 無農薬のものにこだわって作ってるよっていうところになりますので、ぜひね機会あれば行ってみてほしいなと思います。はい、でここね見えてくる、ここがね見えてくるのが一番ね裏手の中でも最大のポイントです。これが国の重要文化財に指定されている新垣家の住宅です。これなんでね、お家がねすごいこんな重要文化財になってるかっていうと、もともとこのね伝統的な壺屋の陶工っていうのもね、住宅の形式とかね作り方とかっていうのを知る上で唯一残された、まあ、貴重な建造物なわけですよ。なので国の重要文化財っていうのに受けてるんですけど、例えば母屋だったり作業場とか離れとかこの上り窯とかね、これ全部ほとんど残ってるんですよ。こんなことないんですよ、戦争もあったしね。だからこれでだから陶工の住宅だったってことで、まあ那覇市もね沖縄県も回収、もう残ってる部分からまた古くなったところ回収してっていうことで大規模な回収を入れたっていうことですね。で今はねまだねこれ人の、まあもともと人のものなんじゃないですかこれって。なので入ることできないんですよ、これ県のものとかじゃないんでね、私物になってる。なので、まあ、入れないんですけども一部公開したりとか、まあもちろんね研究者の人たちとかっていうのは入れてるので、そこで研究が行われてると、どんなことをやられてたんだろうなっていうのが見れるということですね。貴重なものになります。
今見えている東光寺が仁王釜っていうところにありますね。まあ、琉球王朝時代から約300年ぐらいの伝統がある釜のもとで、ここはね、特徴としては赤絵です。もう赤を研究したっていうね、まあ、小橋川さんっていう方がずっと、名工の小橋川さんがずっと研究したっていうことで、赤絵が有名なところになりますね。ここからね、歩いていって最後出ていくと、もうここが八千雲通の最後のところ、終点になりますね。はい。まあ、あの表通りって大通りからも入ることはできるんですけれども、これ歩いてしか入れないです。車は全部一方通行なんで、たまに間違えて入ってくる人がいるので、これ絶対気をつけてください。これ一方通行ですから、八千雲通りっていうのはね。はい。で、あの表と一緒のような形でシーサーが出迎えてくれて、あと看板に地図と、あとお店の名前とか、電話番号とかね、そういうのが載ってる。いうような形なんですね。はい。このガジュマルの、ね、裏手の方を抜けていくと上がりぬかというものがあります。これは何かっていうとね、まあ、300年前、まあ、村ができてね、最初に掘られたのがこの井戸だと言われています。なので一番古い井戸ですね、この壺屋の中で。しかもね、今も出るんですよ。で、飲料水としても使われたんですけど、まあ、水道が普及することによってね、まあ、使われなくなってはいるんですけれども、まあ、この300年前に掘られた井戸がね、八千雲通りの一番最後にあるっていうね、これがいいですよね、なんかね。ここからはですね、八千雲通り、まあ、最後はね、もう八千雲通りを歩いて、あの散歩していく、終わるっていう形になるんですけれども、まあ、現在でもね、つぼ屋っていうのは、まあ、もちろんね、作っている窯元の直営店が超多いで、あとはセレクトショップです、あのまあ、みんな集めてね、というところで、40店舗ほどが、まあ、ここの八千雲通りにはあるんですけれども、まあ、昔までっていうのはもちろんね、作って、あの国際通りとかにも売りに行ってたんですけど、まあ、八千雲通り自体でね、行くと。という形で、下はね、昔ながらの琉球石灰岩が敷き詰められた道路になっていて、もうここはね、もう見て歩くだけでも楽しめるっていうところにはなってます。ただ、先ほどあったように、まあ、ずっと言ってるようにね、散歩者の裏手の、この裏通りを散歩しながらね、歩くことによってもっと楽しめますよっていうのを今回紹介していきました。はい。で、まあ、駐車場だったりとかっていうのは、まあ、八千雲通りにね、まあ、2カ所あるんですけど、どちらも有料になります。で、あとあの、まあ、各店舗でね、数台の、まあ、駐車スペースあるんですけども、これはね、もうあの概要欄のところから、まあ、確認していただいて見ていくっていう形になりますね。で、まあ、さっきもあったんですけど、八千雲通りっていうのは一方通行になってます。今はね、車の来るところ、歩いてるところっていうのは逆走です、車で行くと。まあ、もちろんね、徒歩ではね、全然問題ないんですけど、なのでそこだけは絶対気をつけてくださいね。で、あと営業時間っていうのは店舗によって異なりますけども、大体ね、お昼の、まあ、午前中の10時からの営業が多くて、まあ、早いところだと9時からやってるところっていうのもあります。はい。で、まあ、今回ね、商品の説明とかしないよと言っているので、まあ、中とか見ないんですけれども、まあ、ちょっとした情報としてね、まあ、僕はね、この育東園ってありましたよね。途中で裏手の散歩のところで育東園ってあったと思うんですけど、そこのね、釜煮っていうところでよく買い物してます。まあ、僕は集めてます、そこでね。うん。まあ、色合いもいいしね。いろんな、用途に使える、器があるので、そこで買ってます。気に入ってね。はい。で、もう一個、この、育東園の、グマグワっていうのがあって、これは女性職人中心に作られてるものっていうのがあるので、まあ、僕はちょっとここでは買ったことないんですけども、そことかもね、結構人気でいいみたいなので、ぜひね、一回訪れてほしいなと思います。はい、今回のガイドは以上になります。
まあ、歴史を学びながらね、八千文通りを歩くというような提案をさせてもらったんですけれども、まあ、どうでしたかね、ちょっとお楽しみいただけたかなと、まあ、違う楽しみ方見つけられたかなと思うんですけれども、最後にね、僕の八千文の選び方っていうのを最後紹介してね、終わりたいと思うんですけれども、僕はね、八千文は絶対直感で選ぶべきだと思ってます。というのも、今回動画見てもらったら分かると思うんですけれども、まあ、ブランド品とかと違ってね、八千文っていうのは偽物がないです。まあ、名工の人もそうですし、いろんな職人の人たち、プロの人たちがね、一つずつちゃんと作ってます。なのでぜひね、来ていただいて、お店でね、見て、で手に取って感じてね、で直感でこれやすさというものを買ってほしいなと思います。はい、なので今回のね、まあ動画参考にしていただいて、時間があればね、数字が回ってね、空気吸って雰囲気感じて歴史を知ってね、それで八千文通り入っていっぱいお店見ながらね、それで直感で見つけたものをね、これはさーっていうのを買ってほしいなと思いますので、まあ、ぜひね、機会があれば八千文通りこの動画見て行っていただければなと思います。はい、まあ、他にもね、こういう形で楽しみ方とか、まあ、僕なりの楽しみ方とかっていうのもね、出してますので、まあ、次のね、沖縄旅行も参考にしてほしいなと思いますので、ぜひ他の動画も見てみてください。はい、今回は以上になります。